前回から続く見学した養殖場の名前は、マハロウナギコーポレーション。マハロというハワイアンな名前は、会社の関係者がアメリカ育ちであることに由来するみたい。ロゴも綺麗なんだけど、あんまりウナギっぽくはないですね。マニラから車で数時間北部に来た田舎にぽつんと佇む養殖場ですが、紫外線殺菌装置や水の浄化設備なども備え、 近隣の住宅と比べると非常に豪華です。若干仮説感のある水槽は20個ほどが稼働しており、飼育員が交代で1日2回餌をあげているとのことでした。カガヤンという地域などフィリピン全土から集められたシラスウナギはアジア各国への輸出を待ちつつ、ここで一時的に育てられます。食べ頃の大きなウナギたちもいましたが、日本用だということで、 ここでうなぎを食べることは叶いませんでした。その分、マニラに戻ってから中華街でうなぎを堪能することになりましたけどね。以上、ご視聴ありがとううなぎでした。